下見も駆け込む受け子もいい手に引き受けたらどうなる。ほんまもんの詐欺師にはなりとうない。これは日本の根幹を貫くビッグビジネスや。お金の用意できましたか。いろいろ考えてな、ついでやからやろう思って。あんたら何やってん。はぁ、合わせて3億超えるやんか。詐欺師は化け物や、そう簡単に騙せんねん。詐欺グループをまとめて検挙したいんですわ。選択は2つ、主人の元に戻るか切り裂かれるか。どんな方法つこたかで絞り取れるだけ絞り取るんが流儀っちもんや。こんなことしてただで済むと思うとんのかい。なめたらあかんで。東京の悪魔やってほしいならやるで。騙せる人間騙さんとどうすんねん。悪意渦巻く衝撃のクライムサスペンスエンターテインメント、バッドランズ。